皆さんこんにちは、森下です。チベタンスパニエルを応援していただける方はグッドボタンとチャンネル登録をいただきますととても励みになって嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日で生後4週目になったチベタンスパニエルの赤ちゃん2匹です。一人で食べています。もう自分で離乳食を食べられるようになりました。今日のメニューは鶏のひき肉とミルク、ミルクは犬専用のものです。それとドッグフードを少しトッピングしてみました。ちょっと食べ終わって一服かな。にらめっこ状態に入ろうとしてる。寝るのかな寝るのかな寝るのかな。もうごちそうさまなのかな。ん、このまま寝の体勢に入るのかな。どうなんだろう。お、もう少し食べに行きました。もう少し食べに行きました。戻りました。結構ね、チベタンスパニエルっていうのはグルメっていうか、頑固っていうか、このひき肉一つにしてもメーカーを選ぶんですよ。うちの場合は某高岡っていうスーパーがあるんですけど、銀ちゃんキューちゃんちょっと静かにしてね。某高岡っていうお店があるんですけど、そこのひき肉でないとダメなんですよ。他のお店の某大手チェーンのひき肉は食べないんです。で、実際人間が食べ比べてみると、この高岡のひき肉って美味しいんですよね。で、妻が確認したところ、このお肉は鶏の胸肉ともも肉をこう両方合わせたものを引いてるらしいんですよ。で、他の お店こう大手チェーン店なんかは胸肉だけのひき肉とかそういうことらしいんですよね。その辺やっぱりこう両方与えてみると、ここのお肉しか食べないんですよね。生後今日でちょうど4週なんですけど、4週にしてグルメです。もうはっきりチベタンスマニエルらしさが現れてますよね。贅沢っちゃ贅沢ですけど、別にお値段がここが高いっていうわけじゃなくて、美味しいものをよく知ってるって言いますか、なかなかやるなっていう感じがします。あ、そういえば今お昼3時頃なんですけど、三重県のこの東海地方も今日から梅雨入りだそうです。外は大雨ですので、家の中でっていうことになるんですけど、子犬はこのご飯の時だけはここの、サークルじゃなくて、この入浴のところに入れて、食べるようにしてます。あと汚れた時に簡単に清掃ができますからね。さあ、食べ終わったら今度は寝る時間ですね。そういうことで、一人で食べられるもんでした。じゃあまたお会いしましょう。失礼いたします。